処理者のりんです。今回はひーちゃんにクリスマスプレゼントを作ってあげようと思います。イエーイ。何を作るんですか？ひーちゃんが優しくなる薬。ひーちゃんが優しくなる薬。薬はい、まあ、薬みたいなものですね。別に薬を作るわけじゃない、りみちゃん薬剤師でもないので薬は作れないんですけど、ただのラムネ。はい、なんでそういう発想を思いついたんですか？なんかね、先生がね、クリスマスプレゼントにこっそり、さあ、ひーちゃんが、優しくなる薬作って置いとけばって言われたから。なんとりみちゃんの担任の先生がですね、まあ、あの、しほちゃんのことも知ってるんだけどね、アドバイスをくれたということで、そう、お姉ちゃんが優しくなる薬を作ってあげたらって言われたそうで、ね、だからじゃあそういうものをね作ってみようということで、この前ねセリアに行って材料をね買ってきました。本当に作るというね。そう、全部セリアで買ってきました。じゃあちょっと買ってきたものをねりみちゃんちょっとざっと紹介してください。ちょっと多めに買ってきたんですけど、はい、いや、まず、薬を入れる。そうだね、瓶2つ買ってきました。で、こっち側はプラスチックかな、ね、こう回すタイプ、開けてみようか。いや、そう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 、そう、もうちょっと大きいよね。こんなにいっぱい食べれないかなっていう。次、じゃあ瓶です。そうでね、ちゃんとね、シールもついてて貼ってあって、もともとこっちの方がなんか可愛いかなって今ね、思ってんだよね、一応ちょっと両方ね、試しに買ってみる。で、中身は何を入れるんですか？薬の代わりになるもの。それは別に1個でいいより全部持たなくても。はい、じゃじゃーん、ラムネ。なんか変な色。そう、あの、ちょっと大粒のさ、ラムネなの。りみちゃんが大好きなラムネよりもちょっと大粒、こっちにしてみました。これセリアでね、売ってたので買ってきました。これを4個。はい、一応ね、多めに買ってきました。次、あとはまあね、あの、何でもいいんですけど、とりあえずね、クリスマスプレゼントということでラッピングをね、適当に買ってきました。はい、これはね、なんかうまくいけばいいかなと。あと何でもね、使えるのでね。はい、じゃあとりあえず薬を作りましょう。はい、じゃあラムネをね、瓶の中に詰める作業をしましょう。どんなもんかね。これ残ってもいいよね。残っても普通にお菓子だから食べられる。あ、ちなみに、薬っぽい。そうそうそう。ちなみにね、あの、瓶はね、綺麗にね、あの、消毒っていうかしてあるの。なんか結構いっぱい入ってるね。それだけでいい。もう一袋ぐらい入りそうだね。意味は、今からこの机を荒らしまくる。干さないよね。白コロがね、いるからね。白コロ。そうそう。入れちゃおう。今ちょうどね、しほちゃんがね、留守なので、友達と遊びに、これでいいんじゃない？あ、いいんじゃない？それぐらいでいいよね。2つで大丈夫だったね。あとは普通に食べましょう。はい、はい、それでどうする？そのシールになんか書いちゃうの？直接書いちゃう。それしかないよね。一応ね、なんかこういうなんか買ってきたんだけど、飾り付け。でもこれはあれだね、ここにこういう感じでつけるかな。じゃあ、かける？ボールペン？ボールペン？で書く？なんで書く？はい、リミの好きな優しくなる薬って書く。かける？もう書いてる。リミが書かなくちゃ意味がないんだよ。これ失敗したらどうする？失敗してもそのまま曲げるしかない。大丈夫、リミならできる。読めればいいんだよ、読めればね。大
大丈夫です。一年生のうちみたいでも書きづらいよね、そこね。ぴったり。ぴったり？見せてください。見て。どんな感じ？幼稚園の字。幼稚園じゃないや。一年生の字。一年生の字？優しくなる薬かけました。え、でも可愛い、可愛い、可愛い字って感じ。可愛い、可愛い字。もう終わっちゃったね。でもこれじゃちょっと寂しいから、やっぱこれを瓶にちょっとつけるとかにしてみる。うん。で、しょうちゃん星が好きだから。あとこれ星。ちょっと大きいけどね。でもなんかさ、薬っぽい。ちっちゃくて可愛いけど。薬っぽい。これをさ、瓶のさ周りにちょっとくっつける。ゴムだから。そう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 。どう？こっち見て。あ、いいじゃん。なんか可愛くない？確かに。ちょっと豪華に。もうちょっとこっち。うん。あ、いいじゃん。可愛い可愛い。ちょっとね、飾り付け。飾り付けだね。ちょっと飾り付けをしてみました。はい、こんな感じです。ちょっとでっかい。ね。まあいいか。まあいいか。そしたらじゃあちょっとラッピングしちゃう？どれにする？これ。それに入れてみようかじゃあ、うん、じゃあ入れてください、うんうん、あ、でも何か何かわからない？謎めいてる感じ？そんな。ああ、かわいいかもなんだね。どうする？どうする？こっちの方がいいかな。ちょっとじゃあこっちも試しに入れてみようか、うん、こっちだとなんかもう、はい、巾着に入れる感じ。入れて上を縛る感じ。うん、いいやん。こっちにする？うん、うん、じゃあこれプレゼントであげたいと思います。なんかわかんないしね。これも貼る？うん、じゃあ貼ろう。このシール。これ OK。じゃあ貼りましょう。ハートの横。うん。ここだ。いやー。つく？つくかなこれ。つかないかもね、もしかしたら。うわあ。どう？あ、いいんじゃない？別に気持ちだしね。あ、いいじゃん、いいじゃん。ね、かわいい、かわいい。はい、出来上がりました。取れないかな。あ、いいじゃん。いい感じ。案外取れないね。大丈夫そう？うん、うん、じゃあそれにしよう。はい、じゃあできましたね。はい、はい。じゃあこれをしほちゃんにクリスマスの日にねあげたいと思います。はい、はい。じゃあどんな反応するかはまたね、撮影をママがこっそり、まあこっそりじゃないね、しーちゃんのプレゼントに紛れさせてこれ何？みたいなね感じにねしたいと思います。はい、皆さんお楽しみにしてくださいね。うん、しほちゃんどうなるかね。ね、それで果たしてこれを食べて優しくなるのかそれもね、ご期待ですね。はい、はい。それでは、バイバイ。グッバイ。